福本豊の懸念。大谷翔平のホームラン。福本豊が懸念。MLB ドジャースの大谷翔平のホームランに隠された衝撃の真実。これは危険信号だ。そう語るのは、野球解説者として知られる福本豊氏。2024年シーズン、MLB ドジャースの大谷翔平選手のホームラン数に、福本氏は強い懸念を抱いているという。一体何がそんなに心配なのか。福本氏が懸念しているのは、大谷選手のホームラン増加の裏にある体の負担増加と怪我のリスクだ。大谷選手は投手としても活躍する二刀流選手。打撃に専念する選手に比べて肉体的負担が大きく、怪我のリスクも高くなる。ホームランが増えるということは、それだけ打球に力が入っているということ。それはそれだけ身体への負担も大きくなっているということなんだと福本氏は指摘する。確かに大谷選手のホームラン数はここ数年で増加傾向にある。しかしその裏には見えない負担があるのではないかと福本氏は危惧しているのだ。ホームランは素晴らしい。でもそれ以上に大切なのは選手の健康だ。大谷選手にはこれからも長く活躍してほしい。だからこのホームラン増加は決して喜べることではないんだ。福本氏の言葉は多くの野球ファンを不安にさせた。大谷選手の健康状態は日本中、いや世界中の野球ファンにとって大きな関心事である。大谷選手のホームランは見ていて本当に気持ちがいい。でも福本さんの言うように怪我をしてしまったら、それは本当に悲しい。どうか健康に気をつけてほしい。確かにホームランが増えるとチームの勝利に大きく貢献する。でもそれは選手自身の負担を無視してはいけない。大谷選手はチームにとってもファンにとってもかけがえのない存在だ。どうか無理はしないでほしい。ネット上では多くのファンが大谷選手の健康を心配する声が上がっている。福本さんの言葉は重く受け止めるべきだと思う。大谷選手の活躍は本当に素晴らしい。でもその裏には想像を絶する努力があるはず。どうか無理せずに健康第一で頑張ってほしい。大谷選手にはこれからもずっと野球を楽しんでほしい。そのために健康管理は本当に大切。怪我なく長く活躍してほしい。大谷翔平選手のホームランは野球ファンを魅了する。しかしその裏には福本豊氏のように選手の健康を心配する声も少なくない。王貞治が語る大谷翔平の凄さ。王貞治が語る大谷翔平のホームランは規格外。ドジャース戦での衝撃の一発に王貞治が興奮。これはもう規格外ですね。ホームランの質が違う。あの打球の角度、飛距離、そしてスピード、まさに怪物です。そう語るのは日本の野球界のレジェンド王貞治氏。2024年ドジャース戦で放たれた大谷翔平のホームランに対し、王氏は惜しみない賛辞を送った。王氏は大谷翔平のホームランの凄さを自身の経験を交えながら解説。その飛距離はもはや人間技を超えていると語り、その打球の速さと角度はこれまで見たことのないものだと称賛した。あの打球はまるで弾丸のようでした。あれだけ速く遠くまで飛ぶ打球はこれまで見たことがありません。まさに規格外です。王氏は大谷翔平のホームランが日本の野球界にとっても大きな喜びだと強調。日本の野球界を盛り上げ、世界に日本の野球の素晴らしさを散らしめる存在だと大谷翔平への期待を語った。大谷翔平は日本の野球界の未来です。彼が活躍することで日本の野球界はますます発展するでしょう。彼の活躍をこれからもずっと見続けたいですね。王貞治氏の言葉は多くの野球ファンに感動を与え、大谷翔平への期待をさらに高めた。大谷翔平の活躍は日本の野球界のみならず世界中の野球ファンを魅了している。
ネット上では王貞治氏のコメントに対し多くのファンが興奮と感動の声を上げている。王さんの言葉に感動した。やっぱり大谷翔平はすごいんだ。王さんからも認められる大谷翔平のホームラン、本当にすごかった。大谷翔平の活躍は日本の野球界の誇りだ。大谷翔平の活躍はこれからも多くの野球ファンを魅了し続けるだろう。清原和博が語る大谷翔平の凄さ。衝撃清原和博が語る。 MLB ドジャースの大谷翔平のホームランに衝撃。その理由とは。衝撃清原和博が語る MLB ドジャースの大谷翔平のホームランに衝撃。その理由とは。あのホームランは本当にすごかった。元プロ野球選手の清原和博氏が MLB ドジャースの大谷翔平選手のホームランについて衝撃的なコメントを残しました。あの打球のスピード、角度、そして飛距離、全てが規格外だった。日本の野球ではあんなホームランは見たことがない。清原氏は自身が現役時代に経験したホームランとは全く異なる次元のものだと語ります。大谷選手のホームランはまさに芸術作品だ。あの打球を見るたびに野球の奥深さを感じさせられる。清原氏は大谷選手の才能と努力を称賛し、そのホームランが日本の野球界に与える影響の大きさを指摘しました。大谷選手の活躍は日本の野球界全体を活性化させる力を持っている。彼の姿を見て多くの子供たちが夢を叶えようとするだろう。清原氏の言葉は多くの野球ファンに共感を得ています。清原さんの言葉に感動した。大谷選手のホームランは本当にすごかった。日本の野球界のレジェンドである清原さんが大谷選手のホームランを絶賛していることが本当に嬉しい。大谷選手の活躍は日本の野球界の未来を明るくしてくれる。清原氏のコメントは大谷翔平選手の凄さを改めて認識させるものでした。大谷選手のホームランは野球ファンだけでなく多くの人々に感動を与えています。稲尾和久も絶賛大谷翔平のホームラン。衝撃稲尾和久が絶賛大谷翔平の驚異的なホームラン。2024年 MLB 最新情報。2024年シーズンも大谷翔平は MLB でその圧倒的な才能を爆発させています。先日大谷翔平が放ったホームランはその飛距離の凄まじさだけでなく、その打球の力強さ、そして美しい弧を描く軌道などあらゆる面で見るものを魅了しました。このホームランに対して日本の野球界のレジェンド稲尾和久氏はこれはもう人間技を超えていると絶賛。一体大谷翔平のホームランはどれほどの凄さだったのでしょうか。本動画では稲尾和久氏のコメントと合わせて大谷翔平のホームランの驚異的な飛距離や打球の力強さ、そしてその凄さを数字で検証していきます。さらに大谷翔平のホームランがなぜこれほどまでに人々を魅了するのか、その理由を解説します。大谷翔平のホームラン、その魅力に迫る。ぜひ最後までご覧ください。ネットの感想。稲尾和久さんの絶賛が本当に嬉しい。大谷選手の凄さが改めてわかる。大谷選手のホームランは本当に芸術的。打球の力強さと美しさに感動した。数字で見る大谷選手のホームランの凄さ、改めて鳥肌が立った。大谷選手のホームランを見るたびに野球の楽しさを再確認する。これからも大谷選手の活躍から目が離せない。この動画で大谷選手のホームランの凄さをもっと知ることができた。稲尾和久さんの解説、分かりやすくて参考になった。大谷選手のホームランは見ているだけで元気がもらえる。大谷選手の活躍は日本中を熱狂させている。ダルビッシュ有の継承。大谷翔平のホームラン。ダルビッシュ有が継承。 MLB のドジャースの大谷翔平のホームランについて語る。
ダルビッシュ有投手が自身の YouTube チャンネルで MLB のロサンゼルスドジャースに所属する大谷翔平選手のホームランについて言及し、警鐘を鳴らしました。ダルビッシュ投手は大谷選手のホームランの多さについて、確かにすごいけどホームランばかり打って打率が低ければ意味がない、チームとしては打率も上げてほしいと語りました。ダルビッシュ投手は大谷選手のホームランを称賛しながらも、チームとしての貢献度を重視する発言をしたことで多くのファンから賛否両論を巻き起こしています。一部のファンからはダルビッシュは大谷をしているのかという声が上がっていますが、ダルビッシュ投手はあくまでもチームとしての勝利を願って大谷選手にエールを送っていることを強調しています。ダルビッシュ投手は自身の経験を踏まえ、大谷選手にホームランだけじゃなく打率も上げてチームを勝利に導いてほしいとアドバイスを送っています。ダルビッシュ投手の言葉は大谷選手にとって今後の活躍を期待するファンの声であり、同時にさらなる成長を促す警鐘とも受け取ることができます。今回のダルビッシュ投手の発言は大谷選手だけでなく MLB ファン全体に大きな話題を提供しました。大谷選手のホームランは確かに素晴らしいですが、チームとしての貢献度も重要な要素であることを改めて認識させられました。ダルビッシュ投手の継承は大谷選手だけでなく多くの野球選手にとって大切な教訓となるのではないでしょうか。ネット上ではダルビッシュ投手の発言について様々な意見が飛び交っています。ダルビッシュは大谷にダメ出しをしているのか、ホームランは素晴らしいけど打率も重要だよね、ダルビッシュの言葉は大谷にとって励みになるだろう、ダルビッシュの継承は大谷の成長を促すものだ、など多くのコメントが寄せられています。ダルビッシュ投手の発言は大谷翔平選手のさらなる活躍を期待するファンの声であり、同時にチームとしての勝利を願うダルビッシュ投手自身の思いが込められていると言えるでしょう。藤川球児が語る大谷翔平のホームラン。藤川球児が語る大谷翔平の驚異的なホームランの秘密。あのホームランは本当にすごかった。大谷選手の打球の速さ、角度、そして飛距離、すべてが完璧だったね。あれだけのパワーと技術を持っている選手は世界中探してもそういないよ。元阪神タイガースの守護神藤川球児氏が自身の YouTube チャンネルで2024年シーズン大谷翔平選手の驚異的なホームランについて語った。藤川氏は現役時代数々の強打者を抑えてきた経験から大谷選手のホームランの凄さを力説。あの打球はまるでロケットのような勢いで飛んでいくんだ。あれだけのスピードと角度で打球が飛ぶのは並大抵の技術ではできないよ。大谷選手はパワーだけでなく体の軸のブレがないからこそあのような力強い打球を打てるんだと思う。藤川氏は大谷選手のホームランの秘密についてさらに詳しく解説。大谷選手は体の軸がしっかりしていて体重移動もスムーズなんだ。だからバットに力を伝えやすく打球にパワーが乗るんだと思う。それにあのスイングスピードは尋常じゃない。あれだけ早くバットを振れるのは長年の努力の賜物だろうね。藤川氏は大谷選手のホームランは単なるパワーだけでなく技術と努力の賜物であると力説。大谷選手は本当にすごい選手だよ。これからも多くのホームランを打って世界中を魅了してくれることを期待しているよ。藤川氏の熱のこもった解説は多くの野球ファンを魅了している。動画を見た視聴者からは藤川さんの解説は本当に分かりやすい、大谷選手のホームランの凄さがよく分かった、藤川さんの言葉から大谷選手の努力が伝わってくる、本当に素晴らしい選手だ、藤川さんと大谷選手のツーショットが見たい、などのコメントが寄せられている。藤川氏の YouTube チャンネルでは他にも現役時代の秘話や
最新の野球界の話題について語られている。柳田悠岐の反省、大谷翔平のホームラン。柳田悠岐が語る大谷翔平のホームラン、その凄さと自身の反省点とは。あのホームランは本当に凄かった。あれだけ完璧に打てるのはやっぱり大谷選手は次元が違う。正直自分もあんな風に打ちたいと思った。そう語るのは福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手。2024年シーズン、MLB のロサンゼルスドジャースに移籍した大谷翔平選手の活躍に、柳田選手は強い衝撃を受けている。大谷選手のホームランは、ただ飛距離が長いだけじゃない。あの打球の角度や軌道、そしてボールの回転を見ていると、本当に計算され尽くした完璧なスイングなんだと思った。あれだけのパワーと技術を兼ね備えている選手は、世界でもそうはいない。自身も長打力に定評のある柳田選手だが、大谷選手のホームランを見たことで改めて自身の課題に気づかされたという。自分はどうしても力任せに打ってしまうところがある。だから大谷選手のようにボールの芯を捉えて力強くかつ正確に打つことの難しさを感じた。技術面はもちろん、精神面でもまだまだ学ぶべきところがたくさんあると感じた。柳田選手は大谷選手のホームランから多くのことを学び、今後の自身の野球人生に生かしていきたいと考えている。大谷選手は僕たち日本人選手にとって大きな目標であり希望。彼の活躍を見て自分ももっと頑張らないといけないと改めて思った。そしていつか彼のように世界で通用する選手になりたい。柳田選手の言葉は多くの野球ファンに感動を与え、さらなる活躍への期待を高めている。ネットの感想、柳田選手の言葉に感動した。大谷選手のホームランは本当にすごかった。柳田選手も素晴らしい選手だけど、大谷選手は次元が違う。技術とパワーのバランスが完璧。柳田選手が反省している姿にプロの意識の高さを感じた。大谷選手の活躍は日本の野球界全体を盛り上げている。江夏豊が語る大谷翔平の衝撃、衝撃発言。江夏豊が語る大谷翔平のホームランの凄さ。ドジャース戦での圧巻の一発に解説者も興奮。その裏側にある努力と才能に迫ります。2024年メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手のホームランはもはや伝説級。その衝撃的な打撃に誰もが驚きと興奮を隠せない。そんな中、野球界のレジェンド江夏豊氏が大谷選手のホームランについて自身の見解を語った。あのホームランはただ単に打っただけじゃない。あれは大谷が長年積み重ねてきた努力と才能の結晶なんだと江夏氏は力強く語る。確かに大谷選手はメジャーリーグで圧倒的な成績を残している。投手としても打者としても類まれなる才能を持つ彼は常に進化を続け限界に挑戦している。江夏氏は大谷選手のホームランについて具体的な分析と自身の経験を交えながら解説していく。その言葉からは大谷選手に対する敬意と野球に対する深い愛情が伝わってくる。彼の打撃は見ていて本当に気持ちがいい。あのホームランを見た時、僕はまるで自分がタイムスリップしたような感覚になったよ。江夏氏は大谷選手のホームランが野球界に新たな時代を築きつつあることを実感しているという。大谷は今の野球界にとってまさに希望の星だ。彼の活躍は多くの若い選手たちに夢を与え、野球をもっと面白く知ってくれるだろう。江夏氏の言葉は多くの野球ファンに感動を与え、大谷選手への期待をさらに高めることだろう。ネット上では江夏氏のコメントに対して様々な反応が見られる。江夏さんの言葉に感動した。大谷選手のホームランは本当にすごかった。江夏さんの解説はいつも深い。大谷選手への愛情が伝わってくる。大谷選手は本当にすごい。これからも活躍を期待しています。
新庄剛志が切る。大谷翔平のホームラン。新庄剛志が語る。大谷翔平の驚愕ホームラン分析。これはもう怪物や。新庄剛志氏が MLB ドジャース戦で放たれた大谷翔平選手のホームランを独自の視点で徹底分析。その驚異的なパワーと技術に迫ります。新庄氏ならではの熱い言葉と貴重な映像で大谷選手の凄さを体感してください。まさかこんなにも速い球を打つとは本当に信じられない。大谷選手の才能はもはや人間を超越しているんじゃないかなと新庄氏は興奮気味に語ります。今回のホームランはドジャースのエースクレイトン・カーショー投手の高速球を完璧に捉えたもの。その打球はまるでロケットのように飛び出しスタンド最上段まで届きました。あの打球の角度、そしてスピード、これはもう天才の領域だよ。大谷選手は本当に野球を楽しんでいるのが伝わってくる。見ているこちらもワクワクしてしまうと新庄氏は笑顔を見せます。さらに新庄氏は大谷選手の打撃フォームについて、あの独特な構え、そしてスイング、あれこそ大谷選手の最大の武器なんだ。あのフォームから繰り出されるパワーは本当に凄まじい。まさに芸術だと絶賛しました。大谷翔平選手のホームランは世界中の野球ファンを魅了し続けています。新庄剛志氏が語るその驚異的なパワーと技術をぜひ動画でご覧ください。ネットの感想、新庄さんの解説面白すぎる、大谷選手の凄さがよくわかる、新庄さんの熱量が伝わってくる、大谷選手のホームラン何度見ても興奮する、大谷選手のホームラン本当にすごい、新庄さんの分析も参考になった、新庄さんと大谷選手の対談実現してほしい、新庄さんの解説もっと見たい、大谷選手のホームランこれからも期待しています。新庄さんの解説分かりやすくて面白い、新庄さんの大谷選手へのリスペクトが伝わってくる、新庄さんの解説見てて元気をもらえる。鈴木誠也の視点、大谷翔平のホームラン、鈴木誠也が語る。大谷翔平の驚異のホームラン比は2024年シーズン MLB で圧倒的な活躍を見せる大谷翔平、そのホームランはまさに規格外、多くの野球ファンを魅了する彼の打撃の秘密とは一体。今回は同じく MLB で活躍する鈴木誠也選手が大谷翔平のホームランについて自身の経験を交えながら語ります。翔平のホームランはただパワーだけじゃない、あのスイングの軌道、ボールの見極め、そして集中力、本当に凄まじいものがある。僕自身彼の打撃を見て改めて自分の課題に気づかされたんだ。鈴木誠也は大谷翔平のスイングの特徴について具体的な分析と自身の経験に基づいた解説を惜しみなく披露します。彼の言葉からは大谷翔平へのリスペクトと自身の成長への強い意志が感じられます。さらに動画では大谷翔平の過去のホームランシーンや鈴木誠也自身の打撃フォームなど貴重な映像も満載。彼のスイングの秘密を少しでも皆さんに伝えられたら嬉しいです。鈴木誠也の貴重な視点を通して大谷翔平のホームランの奥深さを体感してみてください。野球ファン必見の動画です。ネットの感想、鈴木誠也選手の分析本当にためになった、大谷翔平のスイングの凄さが改めて分かった、二人のトッププレイヤーの言葉だから説得力がある、これからも二人の活躍が楽しみ、大谷翔平のホームランを見るたびに鳥肌が立つけど鈴木誠也選手の言葉でさらに感動が深まった、鈴木誠也選手の言葉はいつも謙虚で尊敬できる、彼の野球に対する情熱が伝わってくる、この動画を見て改めて野球の奥深さを感じた、二人のプレイヤーの技術と精神力に脱帽です。
大谷翔平と鈴木誠也、2人の日本人選手の活躍は本当に誇らしい。これからも世界で活躍してほしい。鈴木誠也選手の解説、分かりやすくて面白い。野球初心者でも楽しめた。大谷翔平のホームランの秘密を少しだけ理解できた気がする。これからも研究してもっと野球を楽しみたい。2人の選手の言葉から努力の大切さを学んだ。自分も頑張ろう。この動画何度も見返したい。柳田悠岐、大谷翔平に学ぶ MLB ホームランの衝撃。柳田悠岐が語る MLB ホームランの衝撃。大谷翔平の打撃から学んだこととは。あのホームランは衝撃的だった。改めて MLB のレベルの高さを実感したよ。そう語るのは福岡ソフトバンクホークスの柳田悠岐選手。2024年シーズン開幕後、MLB で活躍する大谷翔平選手のホームランを目の当たりにし、自身の打撃を見つめ直すきっかけになったという。翔平のホームランはただ飛ぶだけじゃなく、力強さと正確さを兼ね備えている。あの打球を打つには体の使い方、バットの軌道、そして何よりも精神的な強さが必要なんだと思う。柳田選手は大谷選手の打撃フォーム、特にスイングスピードとボールの芯を捉える技術に注目している。彼のスイングは本当に速くて正確なんだ。あれだけのスピードでボールに芯を合わせるのは並大抵の練習ではできない。そしてどんな状況でも冷静にホームランを打つメンタルもすごい。僕もあのような打撃をしたいと強く思ったよ。自身もホームランバッターとして知られる柳田選手だが、大谷選手の打撃には改めて学ぶべき点が多いと感じている。彼の打撃を見ていると、技術だけでなく精神的な強さが重要だと実感する。どんな状況でも冷静さを保ち、常に結果を求め続けること、それが彼の強さの秘訣だと思う。僕も彼のようにどんな場面でも結果を出せる選手になりたい。柳田選手は大谷選手のホームランから多くのことを学び、自身の打撃向上に生かそうとしている。今後の活躍が楽しみだ。ネットの反応。柳田選手の言葉にしびれた。大谷選手のホームランは本当に衝撃的だったよね。柳田選手もすごいけど、大谷選手のレベルは別格だな。二人の打撃を見比べてみたい。同じ日本人でもここまで違うのか。柳田選手がどんな風に進化していくのか楽しみ。やっぱりプロは違うな。